お願いします。そして V ロンダ V ということで、私たちが集まったということは、はい、そうですね、またまたビッグなニュースが入ってきたということですよ。ポスターも見えてますけども、はい、もう知ってます。あ、知ってました、もうはい、知ってますよ。ちょっとじゃあ早速ですけど、いきますね。じゃあというわけで、本日紹介するのは2020年12月19日土曜日より順次発売予定、一番コフレ鬼滅の刃の紹介だ。 V イエーイ、待ってました。もう全女性歓喜ですね、これは。あ、本当に、はい、いや、でしょうよ。日常にオタ活をどれほど取り入れるかがかかってますから、女子は。あー、なるほどね。こういうのやっぱさ、男だともう何に使っていいのか正直わからないという。今日は教えてあげちゃおうかな。あ、小池さん教えてくれますか。教えてあげちゃおうかな、使い方。小池さんにいろいろ聞きながらちょっと、はい、今日やっていきましょう。お願いします。そしてなんと本日は一番コフレ鬼滅の刃の全ラインナップを用意してもらった部位、それがこちらだ。ババン。かわいいの、すごいかわいいのよ。すごい、もう女子が好きなやつだよ、パッケージが。ほんとに、うん、ちょっとじゃあ紹介していきましょうか、順番にね。はい、お願いします。まず E 賞シングルカラー中合会議、これかな。そちらですね。すごい、あ、それぞれ柱のイメージのカラーになってるんだ。そうそうそう、一人一人キャラが。V ロンの好きな姫島さんにしようかな。あんな男姫島さんがコフレになってしまいまして、ラメ感かわいい。クリームっぽい感じなんだ。クリームっぽい感じなんだ。うん今言った言ったごめん、俺もう何もわからないから。めちゃめちゃラメが綺麗。綺麗な感じ。うわー、え、しかもすごい伸びが良い。伸びが良いのね。これアイシャドウにしてもいいけど、うん、全体にベースとして塗ってもいいかもね、これ、アイシャドウにするとき。ベースとして、姫島さんをベースとして使われる。煉獄さんの方いいですか。煉獄さんのやつね。うわー、カラーがすごい。もう煉獄さんをイメージされてるのが分かるカラーだね。真っ赤な。チークとかにも使えそう。チークとかにも使えそうだね。ね、ここね、チークあ、そこなの、チークってね。チーク、ここアイシャドウでこうブラウンとこう赤っぽいのを合わせて、うん、ポイントのアイシャドウとしても使えそうだし、保湿な感じあったらリップとしても使えそうだね。リップとしても使えそうだね。ちょっとわからないよ、僕にはメイクのことは。え、すごいかわいい。あ、でもいい、すごく綺麗な色ですね。めっちゃ感動してる。一番コフレすごいぞ。 D 賞は、はい、シングルカラーです。は、こちらですね。そちらです。わー、ゆしろうも食べ屋さんもいる。待ってくれ。どうした、どうした。村田がいるじゃないか。村田がいるの。村田ってグッズ作ってもらえるの。こういう感じになるの、村田って。でもね、めちゃめちゃパッケージかっこいい。え、かっこいいな、そのね、うん、村田使いやすそう。あ、ほん、その色って使いやすいの、うん、アイシャドウとしても使っていいけど、うん、アイラインとしても、あ、ラメがかわいい。村田もラメが入ってるのね。見て、そっから見てもわかるでしょ。黒い、黒い、この、違う、ラメ黒い、ラメの話ね。ラメ村田めちゃめちゃ欲しいです。意外と村田が好評っていう、そのなんか反応しづらい感じになりましたけど。善逸くんの方、善逸くんのやつね。はい、すごい綺麗。めちゃくちゃ黄色ですね。あ、すごい。あ、なんか使いやすいようにすっごい黄色って感じじゃなくて、うん、ちょっとポイントとかで目尻とかに入れたらすごいカラーメイクとして使えそう。そして C 賞はハンドクリームです。こちらですかね。ハンドクリームですよ。この時期ね、全員持ってるから。確かにね、1人2本は持ってる。カラッカラになるもんな。女子はですね、パケ買いと言いまして、パッケージ可愛いだけで買うパターンもあるぐらいなんですよ。それくらいパッケージを重視してる生き物なの。わかる、 V ロン。全くわからん。全くわからんけど、うん、とりあえずパッケージはとにかく可愛い。可愛い。炭治郎からいいですか。あ、どうぞどうぞ。ウッド系の匂いする。ウッド系の匂い。何ですか、炭治郎の香りは。背負った箱の匂い。背負った箱の、ヒノキかな。じゃあヒノキの匂いかな。木の香りなんだ。すっごいいい香り。あ、優しい。優しい。優しい。触った感じ優しい。優しい。伸びが良い。それも伸びがいいのね。ハンドクリームに重視することは少量でどれだけ塗れるかなんですよ。確かにね。はい。うわ、すごい。それは大事だね。マストで善逸さんは行きたいと思います。あ、善逸さんね。もう予想していい。あ、予想しましょうよ、そういうの。善逸の香りの予想は、うん、金木犀。金木犀。なんか髪とか黄色いじゃん。あー、なるほど。そうそう、イメージでね。イメージ。はい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 。なんですけど、正解はどうなのか。はっ、ゆずだ。ゆず。わー、いい香り。
全員ゆず好きだもんね。全員ゆず好きは全員ゆず好きだよね。あ、やっぱ、うん、塗った時の香りのふわっと感が最高だよ。いいですね。モテちゃうモテちゃうモテちゃう感じね。モテちゃう香りがします。 B 賞がチークです。チーク、チーク、これかな。それですね。3種類ある。今回はチークが3種類ですね。わあ、いいね。このさ、秋冬っぽいカラーだね、うん、秋冬っぽいんだそれ。え、っぽくない。こういうさ、確かに、まあまあ秋冬っぽいけど、あ、すごいよ。もう指でこうしてるだけなのにもうノリが良いあ、よ、ノリが良いのね。ノリが良い。わあ、発色も綺麗。パキッとしてるでしょ。パキッとしてるね、色合いがブーロン、ブーロン、今日 AI ちょっとなんかその守備範囲外すぎますのでこれはですね、はいはい、炭治郎のこの額の傷跡のイメージしたカラーなんだって。すごい。でも言われてみればそうかも。初めて聞いたけど、傷跡のイメージのカラーっていうその難しい言葉だけど、でもこれをチークに変えたら女の子は可愛くなるんです可愛い、もう可愛いな。ちょっと続いて A 賞がコスメパレットです。これですね。それです、それです。可愛い。コスメパレット、もう毎回パレット開いた瞬間幸せがここにあるじゃん。可愛い、これ。え、しかもここに全部が集約されてるんだね。チークと、はい、アイカラーともチップとブラシも全部入ってる。それじゃあもうそれあればなんとかなるぐらいの。もうこれで旅行行ける。もう、あ、本当に、もうこれでいい、これでいい。それぐらい、もうそれだけでなんとかなるぐらいの、うん、住む住む。そしてラストワン賞がポーチでございます。これですね。それでございますね。もう可愛いってずっと思ってました。そうなのよ。うわ、めちゃめちゃいいじゃん。え、これ多分全部入れても大丈夫なぐらい容量あるよね。全部入れても大丈夫らしいですよ。あ、本当に大丈夫なんだ。本当に全部入るらしいです。さすが、考えられてる。考えられてんのよ。裏も可愛いよ。富士の花みたいなモチーフですか ね、 多分ね。なってる。これラストワンか。それがラストワンですね。くー、やってくれてるなまたラストワン狙いしに行かなきゃいけないな。そうなの。 V ロンみたいに、はいはい、まあ、コフレ初心者の方もいるかもしれないんだけど、めちゃくちゃ初心者ね。この一番コフレを使った、はいはい、メイクの仕方をサイトで紹介してくれてるんだよ実は。え、そんなサイトがあるんですか。そうなんですよ。このアイカラーの使い方だったり、はいはい、重ね方とか、ほうほう、アトリエはるかさんが監修で紹介してくれてるんだって。他にもね、バーチャルメイクで色を試したりとかもいろいろできるみたいだから、V ロンもやって可愛くなってね。 V ロンも可愛くなれる。それでなれるよ。こんな怖い顔してるけど、なれるなれる。ちょっと見てみますね、はい、そのサイトも見てみてください。そしてなんと今回小池にも一番コフレを引いてみてほしい部位。いや、いいです。いいですじゃなくて、今回も一番コフレをもう引いてもらいますよ。いいですか。ちょっと嬉しいんですけど、めちゃめちゃ引くの一番楽しいもんな。いや、本当に楽しいんだよ。嬉しい。ちょっとじゃあ小池さんに一番コフレ早速引いてもらいましょう。はい、やりましょう。うわぁ、積んでないな。あららら、らちなみになんか狙ってる商品とかなんかあるべきか。もう引いてしまったけど、もうそれは、うん、もちろん A 賞に決まってるでしょ。 A 賞ね。はい、小池さん、はい、一番コフレ開いてみてください。はい、いきます。これだ。ドン。 E 賞。 E 賞、シングルカラー中央会議。中央会議のやつですね。じゃじゃーん。お、誰でしょう。姫島さんのカラーです。姫島さんだ。俺が一番好きな、ね、姫島さん。わあ、でもこれめちゃめちゃ使いやすいカラーだから、これが1回目に出るのはめちゃめちゃラッキー、はいはい、さっき試して結構評判だった姫島さんね。何個引くか、まあ、最初言ってなかったよね俺ね。本当だ。数制限があるんだよ。何個引いていいの。5です。 5! え、もう1引いちゃった。もう1引いちゃったのよ。あと4です。あと4いきます。当ててください。これにします。じゃじゃん。した小池さんでは開いてください。はい、いきます。じゃじゃ ん、 じゃん。 D 賞シングルカラー。お、シングルカラーの方上がってきてるよ。1個ずつ。確かに1個ずつ上がってきてる1個ずつ上がってってるよ。このままいけば A までたどり着く。誰だろう。何が出るのか。村田がいいな。なんで村田がいいのかいや、すごい。なんで村田がいいのか分かんないけど、もうあの使いやすいカラーで推しのことより村田の使いやすさを選んでしまう。キャラの優先度よりメイクとしての優先度を今もうすごく
いいコスメです本当に。じゃじゃん。どうした？善逸だ。善逸？ちょ開けて開けて開けて。村田にあれした時ばっかり善逸は。うー嬉しい。善逸のカラーが出ました。嬉しい。やばくない？推しカラーが一発で出たのやばくない？確かに。ただでも今回は珍しく村田がいいという。いや。善逸じゃない方が。善逸が良かったですよ。そりゃ一番は善逸くんですよ。いいじゃんいいじゃん。もういいこの2つで合わせて使えるじゃん。そうですね。こっちをあのベースにしてこっちをあのポイントにして使えるね。おうおう、あすごいメイク完成した。もう完成した。完成しました。早い段階で完成したね、はい、3回目はい。うす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 全集中全集中行こう、うん、オッケー。じゃじゃーん。 B 賞シングルカラー。あーまたシングルカラーです。うわー B 賞どれだけ重ね付けさせるの。いや毎回全部使わなくていいんだよ。村田でアイラインを引きたい。よくわからない言葉ですけど、村田でアイラインを引きたい。村田でアイラインを引きたい。おっとこれは誰だ誰だ誰でしょう。じゃじゃーん。シングルカラーなんだ。ゆしろうくんだ。ゆしろう、はあ、普通に嬉しいんだけど。普通に嬉しいやつが出た。嬉しい。めちゃめちゃ使いやすいじゃんこれも。それも使いやすい感じ。ねさっきさんまだ試してないカラーだから、うん、はいはいはい、どんな感じなんだろうって気になってたんだよね。あ、当ててよかったですじゃあね。はいはいはい。姫島さんとゆしろくんのこう今まで見たことないね、うん、このペアを見れるってことだよ。メイクならちょっともう言葉にされると意味わかんないね。そうだね。続きまして、はい、4回目でございます。もう4回目。あと2回しかございません。嘘じゃん。あと50回ぐらいやらせてくれよ。50回やったらもう全部いっちゃうよ。お願いします。じゃじゃん。新商ハンドクリーム。お、ハンドクリームです。上がってるぞ。いいぞ、上がってるぞ。じゃあこれにしよう。あ、そこれで誰だ誰だ誰が出るのだか。音やばい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 。全員つ声でけえな。やばくない？声がでけえな。え、今日の全員つの引きやばくない？今日いいことあるかも。全員つがでも2個来ましたね。やばくない？ちょっとじゃあ小池さん、はい、ラストとなってしまいましたが、狙ってる A 賞がまた来てない。来てないです。また V ロー頼むよ小池さん。分かった。全集中。これだ。おっしゃ小池さん、開いてみてください。いや本当にこれか。いや一回引いて引き直すのなしよ。本当にこれですか。いやいや引いたんだから一回。いやこれだ。おっと行った小池さん。 D ショー。 D ショー。シングルカラー。シングルカラーです。おっ、おっと炭治郎だ。お、炭治郎のシングルカラー。わー嬉しい。何色ですか炭治郎のシングルカラー。ちょっとグリーンっぽい、グリーンっぽい感じ、はい、感じですね。いいですね。ちょっとベイロン、どうした。私まだ1枚も引いてない。いつ嘘つけお前。私まだ1枚も引いてない。めちゃくちゃ引いてたよ5枚。ねお願い、あと1枚だけ引かせて。お願い。私かわいくお願いして。じゃあもういや、ちょっとそういうんじゃなくて。そういうんじゃないんかよ。ここら辺が欲しいのね。しょうがない。じゃあ1枚だけ許しましょう。やったー、ありがとうございます。小池さん、その借り当ててね。分かった、任せて。日頃の行い、日頃の行い。親孝行、親孝行。年末年始にカニ送る。お、めちゃくちゃ親孝行だよ、そんなの。親孝行でしょ。年末年始の借りなんて一番親孝行だよ。これだ。おっと、スッと行きましたね、小池さん。これだ。ドン。新商ハンドクリーム。ねずこちゃんのやつ。今日はピーチの匂いしながから帰りたいと思います。 ありがとうございます、はい、うわーこれ楽しいね。そうめちゃくちゃ楽しいでしょ。ただでも今回小池さん、うん、いろんな商品引いてもらいましたけども、はい、こちらの商品は、うん、視聴者様にプレゼントとなります。ふざけんなよマジで。マジでふざけんなよ。一個もあげないからな。全部プレゼント。誰にもやらねえよ。ピーチの匂いで帰りますとか言ってたけどもう笑っちゃいますよ本当に。送りませんからね皆さんには。発送しますからちゃんと。これ嘘です、嘘です。嘘じゃない、嘘じゃない。そうなの。じゃあ私はプライベートで引きに行きたいと思います。引きに行ってください。応募方法は V ジャンプレイに登録してこの動画の Vlog をチェックする V。 というわけでみんなも2020年12月19日土曜日より順次発売予定、一番コフレ鬼滅の刃ぜひ楽しんでほしい V。 うん、みんなもぜひ楽しんでね。いや早くお店で引くの楽しみだね。そう、それまでにもういい行いこ。そう、もういろんなね、はい、いい行いでいいやつを引きましょう、うん、次こそは A 賞狙っていきますから。
お店で A 賞狙ってみてください。はい、みんな今日も最後まで見てくれてありがとう。せーの、またねー。